はいえ町山智広の映画塾、アメリカンコメディ最前線2014ってことで,ですねえ今回はこれタイトル長いですよまた、俺たちニュースキャスターあ、あ覚えてません史上 <laughs> 最低の視聴率バトル in ニューヨークをお送りします。ということで今回もゲストは21世紀アメリカの喜劇人のえ著者、長谷川町野さんをお招きしております。 ということで俺たちニュースキャスターですけど、これ続編ですよね。そうですね、はいえー。オリジナルは2004年の俺たちニュースキャスターという映画がオリジナルです。はい。待望の2ということで随分時間が経ってますよね。ずいぶん経ってますよね。はいはい。はい、で一応これはあの俺たちニュースキャスターっていうのをサタデーナイトライブで 非常に人気のあって、えー、コメディアンだったウィル・フェレルが主演した映画で、はいえー、この人2年ぐらいその2年ぐらい前に卒業してるんですけども、はい、そのずっと一緒にやってきた放送作家の、えー、アダム・マッケイ、まあ、ビートたけしにとっての高田さん、はいえー、その人。が監督をやって 二<で>、はい、人で脚本を書いたっていう初めてその,の,の SNL コンビが外に出た作品ということで、はいえー、いわゆるそういう意味ではあの純粋な「俺たち」シリーズの第一弾というのはこの映画ってことで,、はい、でこの映画は実はそんんななにはヒットしてないんですよね、はい、その前にあの彼が出た「エルフ」とかに比べると、はい、ただもう何度も何度もテレビとかで再放送とか多分やってたと思ってどん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 人気が上がっていってウィル・フェレルの「この俺たち」シリーズというどん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 人気が上がって。 やっ,ていく中でやっぱりこれが一番最高なんじゃないかっていう世評がこうどん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 積み重なってたんですね。それでもうそれに押されるようにして満を持して「通」が作られたっていう感じにだからそれだけブランクが開いたっていうのがあの実情だと思うんですけど、ね。はいはい これで、ねあの「ワン」っていうのは実はあの70年代後半を舞台にしてまして、えー、これはそのつまりまだ当時女性のニュースアンカーっていうのがいなかった時代に、えー、クリスティーナ・アップルゲート奮する女性がアンカーになりたいって,ってテレビ局に入ってくるんだけども、えー、まあ非常にマッチョであの女性をバカにしてるウィル・フェレル奮するアンカーマンのロン・バーガンディっていうのが仲間と一緒にその女性をいじめる っていうまあ要はセイクハラコメディなんですね。ええ、ひどい話、ね。簡単, <laughs> 簡単に言うと、女の人がそのニュースキャスターなんて信じられないっつってあんなやつやめさせろっていじめるんです。みんなねちねちいじめいじめる。ねねめだけどそれがいじめ方が小学生のいじめみたいに描かれているのがすごくおかしいんです。そう,そうですね。で、あの実際にこれはあったことらしいですね。地方局レベルとかで、あであ女性アナをやめさせるっていう。そうですね。だからいかに女性アンカーが私たちは苦労したって苦労話を読んだウィルフェレルとアダムマッケがこれ面白い。 すごいなとで<ー>俺たちがでいじめる側やったらいいコメディができる<ー>その発想がよくわかんないんですけど <laughs> それでできたのがアンンカーマアメリカなんて,なんなんていうか女性の、ね、地位の、まあ、先進国と思われてるけどつい70年代って今から40年前かそうですね。にはその女子アナなんていじめ出せっていうのは普通だったっていうんでね。 結構アメリカ人にととっては見たたくなないい過去みたいなところはあるでしょうねうでもまあそれをそういうのをわざとあ、はい、あのまビ、あ、ルフェルって実際はまあそうじゃない、はい、割とリベラルめな人がわざと演じることとか、はい、あと当時の70年代のえぐいファッション、はい、これだけは全然リバイバルしてないんですけどネクタイの結びがこんなでかいんですよんなすごいどうやって結ぶのかよくわからない一、ね、回もリバイバルしてないんですけどそれをわざとやって、ね、それがめちゃくちゃ受けたってところがあ,あ,あとひげねこの あれですもんねロンバーガンディって名前も当時のポルノ俳優の,の名前で,、えー、でポルノひげ生やしててポルノひげってのはハードコアポルノって昔あってですねアメリカでブ、えー、ギーナイツとかチンコがこのぐらいの人っていうのはこういうひげ生やしてるんですよなぜかでポルノひげってアメリカで言われてですねポーヌムスターシーって言いますね。これはは第2弾で、えー、実はその アンカーを目指してた女性と最後結ばれてファ終わるんですけどそこから数年後という設定で始まるんですけど今度は時代は80年代80年年何が起きたかというと CNN が開局しで今度は CNN にらしき GNN っていう24時間ニュース局にこのローン・バーガンディと彼のチームが呼ばれるっていうところから話が始まっそれでまたくだらないギャグが繰り広げられる。 彼の仲間たちというのはひどくてロンバーガーディンはさっき言ったみたいにポルノヒゲ生やして女性差別なんですけどあとあれですねアドリブが全く聞かない書いてあること全部読んじゃう、ね、全部読んじゃうっていうだからあのし指示が書いてあるんですよだからな例えば9九でそれも全部読んじゃうんですよ3日目とか読んじゃうっていうどうしようもない人なんですけど <laughs>、えー、それがキャスターやってるってのはおかしいんですが。 で仲間が三人いて、三人ともどうしようもなくて、まずそのポールラッドって日本だと誰がなんで有名ですかね、ポールラッド。ポールラッドはそうですね。まあ今度アントマンやる人なんですけどもね。すごいですね、うん、中年なのにね,ね、えー。俺たちのバカ兄貴の主演のですね。<laughs> あんまり知られてないですか。<laughs> この人があのやってるキャスターっていうかあのレポーターなんですけど、えー、エロなんですよ。エロなことしか考えてないレポーターで。 えー、そのやっぱりやっぱポルノヒゲ生やして女の子を口説いたりあと、なぜかヌードになったり <laughs> そういうことで若れしている人ですけどあれ、モデルにいるんですよ。あれね、ヘラルド・リベラっていうあのキャスターがいてやっぱりこうセクシーな感じでヒゲ生やしてやっててこの人はナチュラル・ボーン・キラーズに出てくるロバート・ダウニー・ジュニアのモデルです。<ー>もうエ,ロエロキキャャススタターーーセクシ日本って男のセクシーキャスターっていないの女アナはいるけど 多分でも宮根とか結構おばさんたち,さんたちがあでもそうやねミノモンタですらミノ,ミノモンタですらおばさんたちがエロソを感じたちょっとバリー・ホワイト的なそうですよね奥様方を興奮させるエロレポーターがそのポール・ラッドなんですけどこれまあモデルがいるとしてもう一人デビッド・ケックナーって人がやってるスポーツキャスターは。 いわゆるアメリカのスポーツマッチョ、そうですね。スポーツバカバカでその、えー、テンガロンハットってカウボーイハットをかぶっててそれで、えー、この人もちゃんとしたスポーツ中継ができなくてとにかくあのホームランしか放送しないっていう <laughs> <laughs> バカ丸出しなんですよ。<laughs> 細かいことはよくわからないっていう人なんですね。そうで,すねでしかもすごい差別的でその女をバカにしてるだけじゃなくてゲイとかそんなもん信じらんねえとか男と男がキスとかとんでもねえなって言いながら。 多分ゲイなんですよね、うんうん、この人。<laughs> 頭が悪くて、自分がゲイだってことがわからないんですよ。<laughs> で、ロンバーガーニーが好きでしょうがないんですよ。うん、で、なぜかロンバーガーニーにこうやったり、こうやったりしてるんだけど、<laughs> 本当、なんか、ゲイうってものあるらしいぜとか言いながら。こうやってて、お前、どう見てもそうなんだって、頭が悪くて、知らないという、すごい設定ですね。はい。で、で最後がスティーブ・カレル。スティーブ・カレル。ええ。お天気レポーターですけど。これ。<laughs> おいひどい喋って天然を通り越して危ない領域まで行っちゃってるみこれ言いにくいんですよね。ええ、これなんていうのスポー何とかなのこのお天気キャスターってのはバカだってこと言いたいのかな。な <laughs> んなんでしょうね。あの知能指数があの <laughs> いいこれも何にも放送できない内容ですね。まあちょっと危険な。というカレルはもう本当に危ない。 キャラクターで,でこれ多分一般的にはまあオフィスもあるにせよ、はい、あのこれでスティーブ・カレルってなんだこいつはっていうところはありますよ、ね、これで有名になったんですよスティーブ・カレルは。で,、あのーあれですね、40歳の童貞男にポール・ラッドとそのまんまスライドする形で,、はいでえー、出演していくでどのくらいバカかっていうとななんだろうな自,自分の葬式に出て泣いたりしてるってうそうよくわからない。<laughs> <laughs> <laughs> よくわからないキャラクター。あとブルーバックで消えて体が消えるって言って画面見てないてる。黒巻キーを知らないとか、<laughs> <laughs> そういう本当にもう放送できないぐらいのレベルの。ただあの最近主演が多かったんで彼はめっちゃ弾けてますよね、はい。最近やりたい放題飛び道具やれるや、ね。やりたい放題ですよね、うん。でこのもう本当にババカで全員の。 あので頑張っても猿に勝てないぐらいの,あの能力の人たちがースキャスターどうやって CNN の中でのし上がっていけるのかってですそうでしかもその CNN、GNN っていうのはあの24時間放送のニュ,ースキャスニュース番組なんですけどそれを聞いて、えー「24時間って誰がニュース見るの?」って。 って話になって、それで君たちの時間枠は朝の4時だからみたいに <laughs> 言われて、たあ、午前2時から5時、あ、午前2時から5時、誰も見てない時間帯にあの当てはめられちゃうんですよ彼らが。それで誰も見てないから何をやってもいいなってことで嘘ニュースを始めるというひどい <laughs> ひどい内容ですね。この映画でやっぱり一番僕は面白かったのはあのキャンピングカーに乗って4人があの。 え西海岸から東海岸に旅をするっていうシーンがあってキャンピングカーに4人乗って行くんですけどキャンピングカーでねでその時になぜこのキャンピングカーにはボウリングのボールがあるのって言うんですよでなぜこのキャンピングカーにはサソリがいるのって <laughs> <laughs> なぜだろうと思うと大変なことになるというですねすごいギャグがあるんですけどそれはまあ本編をご覧ください <laughs> はい。本当にくだらないです <laughs> はいはいでもねあのこれだけバカな映画なのに スターオールスターキャストなんですねこの映画そうですねこれあの前作を見た方わかると思うんですけども、はい、前作あのウィルフェレルがあの勝負をかけた映画になったんで、はい、あのいわゆる彼のあの属するのフラットパックと呼ばれているあのコメディアン仲間からベン,かベンスティラーとか、ね、ルークウィルソンとかだからそれを上回るすごい上回るすごいものすごいオールスター キャストにもかかわらず、これ日本で芸能界されてない。そうなんです。これ本当はどっかんどっかん笑うところなんですけど。ねここまで出すかっていう。すごいですよ、これはっていうね。ええ、まあ、でも、絶対現場には全員一緒に。まあまあ、はい。後で繋いでると思いますけども。はい。で、こんなにちっちゃくすごいスターが出たりするっていうね。何のためにやってるのか、わからないという、何の効果もないですね。そうですね。はい。という。それも楽しみ。はい。で。 前回は結構当時の差別的な男性優位社会の,そのまあニュース業界についての暴露ネタが多かったんですけども今回は結構出てきているのはあの時事ネタとしては黒人の人たちアフリカ系の人たちがえその経営とかえプロデュースに入ってくるっていうネタが入ってます,よね,そうですね。すすすねねミーガンととかやってままるたこの論が、ね、差別するんだ で、どういうふうに差別するか、ちょっと、まあ、黒人の人は、こう、要するに。自己紹介するといきなり、黒い。<laughs> <laughs> 黒いって言うんですけど、ひどくね、あれ。<laughs> ひどい、ひどすぎ <laughs> で、あの、もう一人、ある人が出てきて、君、君は、な、何、何なの。なんか、ちょっと不思議な人だね、とか言うと。私はゲイです、っていう人が出てくるんですね。で、もう、その頃からゲイの人が、自分の、あの、なんというか、あの、アイデンティティを。 高揚するような時代に入ってきたんだけど彼ら「は全くそれれれが受け入れられないんですよでゲイだってよ」とか言ってるんだけどこの人自身どう考えても男が好きなんです <laughs> <laughs> 俺は男が好きだけどゲイってのは分かんねえなとかね言ってると、ね、<laughs> 本当いうねにバカっていうね本当にバカな人たちの話ですよね。あとクラックっていう麻薬がアメリカで流行り始めた頃なんですけども、えー、それを道端で買ってくるんですよ彼らが。 でニュースを放送中に今クラックというのが話題らしいんでけどこれはクラックあこれクラックなのあうんあ聞くわーって言いながら放送するというな内容ですね、はい、これは当時の雰囲気はよく出てるんですけども、はい、で後半から CNN っていうのはケーブルテレビで始まって、えー、だんだんアメリカのテレビが変わってくるんですよ。でアメリカって今テレビが100チャンネル200チャンネルあるんですけどんどんどんそういうふうに多チャンネル化していく。 状況っていうのが、えーまあ、お笑いとして描かれているのかと思ったらですね, <laughs> ね、まあ、基本的に、ね、あのビッグになったポー・はい、ムラッドもビッグになりスティーブ・カーリーもビッグになり、はい、ビッグになる人がみんなまた集まって<う>酒を飲みながらワイワイイとやってるっててる、はい、どう考えてもシラフで書いた脚本とは思えないですね。<laughs> これ 本当に全然関係ない話に後半出てでもでも40分ぐらい瞑想しますからねでも読み合わせの時は出演者みんなずっと笑ってた,ったと思うけど <laughs> <laughs> でもこれどうやって元に話が戻るんだろうと思うぐらいあさっての方がいきますからね、はい、というそれで回収しないまま終わるというすごい映画ですけれども、はい、まあ宴会映画なん、ね、えん宴会映画ですね、はい、たまにみんなで集まってちょっと飲もうかフィルム回しとけよっていう世界ですね、はい、偶然できちゃった映画ですけれどもはい。 とということで、ねえー、もっと詳しいネタバレは、あ違うかあの、もっと恐ろしいです、ねえー、オールスターキャストの正体はです、ねえー、また復習編でお話ししたいと思います。はい、ということで、えー、俺たちニュースキャスター、史上最低の視聴率バトル、in ニューヨーク、ぜひご覧ください。